はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ドン公様、花房様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。メール党員さんにもなってください。11月23日に大阪でメール党員限定懇親会やります。こんなにやる気が出ない日も珍しいですね。二日酔いだしね、同じような方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。昨夜は酒飲みすぎてしまいましたよ。高市さんの議員票は麻生派と清和会、旧安倍派がメイン。考えが近い小林隆さんが取った票と麻生派の河野太郎の票は高市さんに行ったはずであります。石破の票は岸田派と菅派がメイン。岸田派の林と上川が取った票とですね、菅派の小泉が取った票が流れ込んだみたいなんですけれども、茂木派はどっちに行ったかわかんないです。茂木派は加藤さんのとこと茂木が取った票。自民党は完全に安倍麻生路線から決別して、何やってんだバカ野郎の昭和の自民路線行くんでしょうね。岸田路線とも言いますけれども、岸田のバカ野郎はですね、高市さんじゃなければ誰でもよかったみたいなんですよ。常日頃嫌がらせしてた高市総理じゃ岸田派が冷やまし食わされるって思ったんでしょうね。総理辞めた人間は原則役につかないから、岸田外務大臣とかはないんですけど、ガースーも安倍さんも、無役だったですからね。まあそんなの自業自得なのにな。初の女性総理誕生を応援しようってね、アメリカ初の女性大統領に先んじて、初の女性総理になるはずだった高市さんの応援全くやらず、むしろ高市さんの足引っ張りやってた日本のフェミどもは偽物ですよね。自分の自業自得をですね、まあ自分がバカで所得が低いであるとか、モテないっていうのをですね、男が悪い社会が悪いって言いたいだけのバカで幼稚ね。この辺はパヨと同じ属性なんだな、バカで幼稚っていうね。フェミで右っていう人、まあいないこともないけど見かけないですよね。フェミでパヨは多分大量にいますね。っていうか一人も右いないかもしれないな、フェミで右っていう人。だってさ、アメリカのあれなんですけど、分析なんですけど、美人はコンサバ、まあ保守、でブスがリベラルに行くっていう。なんで美人がコンサバ保守的になるかっていうと、美人は今がいい、モテてるからだから現状維持の保守的になるっていうね。リベラルは今が嫌だと、自分がモテないのは社会が悪いっつって社会破壊に、リベラルに行っちゃうっていうんですね。石破は総裁選5回目で、初めて総理、麻生さん4回目で総理になったなんて、知らなかった。高市さんは今回2回目ですから、まあ、3年後に期待ですね、3回目。ただ3回やって無理だとなかなか厳しいらしいですね。推薦にも集まんなくなってくる。バカ野郎の岸田、石破新総裁のもと自民党は一致団結して政治の責任を果たし、国民の共感を得られる政治を実現しなければなりません。私も一辺卒となって自民党を支えてまいりますと投稿しました。世論です。気持ち悪い最後まで兵卒らしく散ってくれ。増税派だから増税メガネも嬉しそうだ。移民だらけ、犯罪だらけになりそう。今後どうなるのかさっぱりわからん。岸田じゃ勝てないから降りたのに、岸田路線継承の石破じゃ意味なくない？裏切り者の石破に党をまとめられるのかな？岸田は自分より賢い高市さんが大嫌いだよ。国民の共感を得られる政治を実現しなければなりません。また綺麗事言ってさ、スローガン掲げてさ、お前は実現できなかったから下ったんだろう。何を人事のように。お前が支えなくてはいけないのは自民党じゃなくて日本国ですよね。自民党を支えてまいりますとか言っちゃってるけど、
チャークて、国を支えなくちゃダメだ。結果が決まった後ですね、石破と握手している岸田のニヤニヤ顔が腹が立ちました。私は腹が立った。もう見たくないですね、岸田の顔はね。もう大臣とかやらないから、元総理は、見る機会減るといいんですけれどもね。もう虫唾が走るっつうのかな。にちゃんにですね、キューボ石破政権のいいところというスレッドが立っておりました。世論です。ない。勢いないんだな。それがマジンブーのコプスプレで G7 に出席して拍手喝采、無理にバランス取ろうとして外交がめちゃくちゃに、カマラ・ハリスが握手拒否。次の選挙で大敗して早期失脚してくれる、外国にあの顔で行くんだぞ。どうすんだよ。本人はゴミだが取り巻きは優秀なのが多い。何かにつけてねっとり、選挙に弱そう。総理が後ろから打ってくると。私の予想、発足当初が一番支持率高くて、あとはじわじわ右肩下がりが止まらないっていう、岸田パターンになりそうだな。なぜならですね、岸田と同じくテレビと新聞しか情報源なくて、マスゴミに簡単に右往左往すから、やらなくていいことまでやって、我々と一般自民党支持者を呆れさせるからですね。何言ってるか全然わからんし、イエスかノーかはっきりさせないで逃げるしね。まあ先送りってんですか、さらなる議論が必要を受けたかなんか言って、賛成か反対がどっちがなんだよ、どっちなんだよっていうのを絶対言わねえ石破茂。総理が後ろから撃ってくる内閣、新しいですねこれね。もうすでにネバネバ内閣って、呼ばれてましたけどね。何言ってるか全然わかんないですね。言語明瞭、意味不明瞭って呼ばれたのは竹下登。彼の内閣は576日で終了、失脚しました。地方自治体にですね、一律1億円ばらまいたり、わけのわかんないことで、靖国に参拝しなかった初の総理になったりで、悪しき、伝統を残しちゃった。この全く信念が感じられない総理でした。リクルート事件で失脚して、秘書の青木伊兵って人が自殺してますね。あとね、若かりし頃一番目の奥さん自殺してる。これ竹下の親父にいじめられたか言い寄られたかで首吊っちゃってるんですね。恐ろしいですね。あどけない顔してるけど、黒い昭和の政治家らしいですね、竹下登もね。石破ショック、一瞬で日経平均1000円下落どころではなかった。石破に決まるまでは1ドル146円台で、推移していたが、ニューヨーク為替市場、石破になった途端にナイアガラ、ガグーン142円台に、日経平均先物時間外取引ですね、最大2500円下落して、サーキットブレーカー発動してしまいました。サーキットブレーカーっていうのはストップ高ストップ安になると取引が中止になっちゃいますけれども、株のね。でこれが市場全体でストップ安になっちゃって止まっちゃうっていうのがサーキットブレーカー、サーキット石破、あるいはサーキットブレーカー石破の名を欲しいままにしておりました。世論です。石破不況の始まりかどうかなの。石破になった瞬間、為替大暴落してて笑った。こんな経済音痴じゃが総理大臣じゃな。石破ショック、トレンド入り。日本が共産主義者の手中に落ちて失望入り。緊縮財政路線信者だしな。まだ石破何もしてないのに日本沈没。金融所得課税来る。ゲルは官僚の言う通りにしかできないからね。高市さん、数年間は増税しない。今利上げするのはアホ。石破プライマリーバランスが、法人税は増税の余地がある。どちらが日本経済にとっていいかは明白ですね。ただでさえね、世界最高レベルに高いのに法人税日本の、日米が2トップなんですけど、やっぱりこれは商売しやすい、法律がちゃんとしてる。そんなにコロコロ中国共産党の一存で変わったりしないっていうのがありまして、石破のに投与したバカ議員より市場は冷静かつ賢く分析してますよね。過半数ちょっと、高市さんが半分に足りないぐらいちょっと、やっぱね、分かってる自民党議員もうちょっと増えてですね、過半数超えたら
なんか大きくガラッと変わるような気がするんですけど、石破も岸田と同類でですね、その場その場で受けが良くて、なるべく責任取らずに逃げられるようなことしか言わないんで、増税も夫婦別姓も本当にやるかどうか分かりませんけどね、法人税増税ね、まさかのビリツに終わった河野太郎、私の力不足でこのような結果となりました。ご支援くださった大勢の皆様、誠にありがとうございました。今後ともご指導ご鞭撻賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。まあ、テンプレですね、こういう時のね、言ってました。世論です、所管外だしな、オワコン太郎勘違いがすごかったからな、こいつも信次郎ももうないな、まあそこが見えすぎましたよね。信次郎も河野もさ、実はどういうやつかってバレすぎましたね。力不足というよりは身の程知らずが正しい日本語。そらあんだけブロックしてりゃそうなる。力不足のせいじゃなくて人間性のせいだよ。麻生派すら押してくれないなんて、こんな夜に発射できないなんてっていうのを思い出したな。麻生派約50人中河野に投票したのはわずか21人。あれ自分も投票していいんだって。だから22票全部で入ってましたけれども、1票は河野太郎自身が入れたやつだな。派閥の中でも嫌われてたのが明白になってしまいました。これショックだろうね。人間不信になるかな。麻生派抜けたらいいんじゃないの。好き勝手やりたいなら河野派作ればいいんじゃないの。何人集まるか分かんないですけどね。これで総裁選も終わったし、河野太郎裁判に集中できますね。証言しに出廷せえは逃げ回ってないでさ。次の裁判は10月25日11時東京地裁705法廷で開催です。河野太郎出席とは、聞いておりません。私被告席に座ってますんで、よかったら見物にいらしてください。あとですね、この河野太郎に訴えられました書籍、国立国会図書館に2冊寄贈いたしました。なんで2冊かっていうと、東京都と大阪に建物あって、2冊必要だって、いうような感じであります。というわけで10月25日裁判、11月23日大阪で懇親会、よろしくお願いいたします。あとチャンネル登録もデトックスジャパン。